シモーネ・ペテルツァーノはイタリアの画家である。バロック絵画の形成に大きな影響を与えたカラバッジオの師匠であったことで知られる。ペテルツァーノの記事はベルガモかベネツィアであるとされるが、ペテルツァーノの生い立ちについてはほとんど知られていない。ペテルツァーノ自身がベネツィアでエルグレコと同じ時期にキツヤーノの弟子であったと書いており、ペテルツァーノは後に作品に ティツィアーノの弟子と署名しているが、ペテルツァーノがティツィアーノの弟子であったことを疑問視する研究者もいる。1573年にはミラノで活動しており、ミラノのサンジョルジオ・アル・ポッツオ・ビアンコ教会での仕事をしている。ペテルツァーノの作品として知られる最初のものは1573年に描かれたミラノのサンマウリツヨ教会の壁画で、 パオロベロネーゼやティントリットとなどのベネツヤワの画家の影響が見られる。この年ミラノの別の教会にも作品を残している。1584年からカラバッチオを工房の徒弟として4年間雇っている。1586年から1589年にはローマで働いたとされている。ありがとうございます。